皆さんこんにちは、今日見ていきたいのはこちら、じゃん、ヤマハ AG03MK2 です。はい、今喋っているのは未来の僕です。過去の僕が MK2 と言ってますが、これはマーク2と読むらしいです。お恥ずかしながら失礼いたしました。ということで最後までご視聴いただけたらと思います。あともう一つ、今回本編に入っていくとパソコンにつないでの初期設定などを一切やらずに喋っています。今この聞いてもらっている声が設定をした後の音声になります。後ほどまた登場して最後声を使いたいと思いますので、何の設定もせずに行っている声と設定をした後の声、ぜひ聞き比べてみてください。過去の僕よろしく。じゃあ今日は、こちらの、ヤマハ AG03 の MK2 ということで、こちらを、ちょっと初めて触るんで、本当にまず音を出すだけのところになっちゃうかもしれませんが、どんな感じで撮れるのか、見てみたいなと思います。それでは早速、こちらのオーディオインターフェース見ていきたいなと思います。じゃあまず電源を入れたいと思います。電源は後ろの 5V で、あとこっち USB パソコンとかつなぐ方ですね。まずは電源入れます。先がね、これ USB なんで、これ USB で挿しました。まあ、初めて触る機械なんでちょっとたどたどしいですけど、お許しください。はい、マイクが、こちらのタスカムの TM08 使いたいと今日は思いますんで、なんか気持ちよくないな、刺さり具合が。でマイクはここにこんな感じであります。じゃあそしたら、ヘッドホン、このヘッドホン、ね、ここは青いやつ、よく皆さんが見るミュージシャンがつけてるやつはここが赤いやつになってます。こっちの方がね、こう折りたたみができて持ち運びも便利で、まあ聞く人によるよりけりですが、こっちの方がよりフラットな音が、聞けるというようなことも言われたりしてますけど、でまああとこのコードがね、こういったタイプになってるんで、現場で急にピーンっつってなっても、まあ引っこ抜けたりしないように、このヘッドホンを刺しました。電源を入れてみましょうか。電源がここなりますんで、これを押します。あ、これ今ファントム電源押しちゃったな、どっかのタイミングで。タスカムの TM08 のコンデンサーマイクはファントム供給なので、このファントム供給はオンにす。はい、つきました。マイクに電源が送られましたね。そうしたら声が聞こえるか。じゃあまあ、あれ聞こえにくいな。おい。あーで、でここにゲインもあるんで、ゲインも調節してみましょう。へい。まあ大丈夫。こんな感じで、今音が聞こえました。でここでこのモニターアウトのボリュームここにあります。はい、なんでここでモニターを調整するということですね。じゃあこの音を皆さんにも聞いてもらいたいので、ちょっとつなげます。 A10 ミニプロの方につないで、音声はそっちので聞いてみてもらおうと思います。じゃあこれを刺します。A10 ミニの方に、ね、音が画面見せてあげるセッティングまでしとけばよ。これかな？へい。あ、ここね。ここで操作すると、ATEM の方にも、ATEM ミニの方にも音声いったね。なんで、これで今、音声は、これから拾った音を取って、使っています。はい。なるほど。こういう感じで、これは、ポッドキャストやったり、ね、ナレーション撮ったり、YouTube の動画
音声入れてみたり、喋ってね、トーク番組とかやってみたり、いろんなことができると思います。今日はですね、ダンディボイスでお送りさせていただいております。ヤマハの AG03MK2、 こちらをですね、使ってですね、今配信させていただいております。まあ、こんな感じでですね、このオーディオインターフェースはですね、この家のこの宅からの配信で、使いたいなと思って、しかも常設させておきたいなと思って、これは買いました。あと一個だけ試させて、このヘッドセット、これちょっと使えるのかちょっとやらせてもらっていいですか？ヘッドセット。これちなみに、ゲームとか実況で使ったりするような、ヘッドホンはロジクール。これさ、今、刺して大丈夫なのかな？まあ、やってみようよ。はい。はい。刺しました。どっちが優先されるんだ？今、両方刺さっちゃってんじゃん。は。えい、えい。で、ヘッドセット今したよ。で、これは今、このヘッドセットの声が優先されて聞こえているのかな？そういうことになりそうだな、これは。自動で切り替わっちゃうのかな？今、こっちのマイクは、反応してないと思う、これ。そういうことは、これヘッドセットを挿すと、ヘッドセットがここで優先的に切り替わるということになるのか。はあ、で、これで ATEM の方で、ゲーム、画面キャプチャー取り込んで、で、合成クロマキーの映像を乗っけて、で、音声は、これを通して音声を載せるという感じのシステムになっていくのか。このヘッドセットも悪くないね。このヘッドセットとさっきのタスカムの音、また全然違うと思うので、一回もう一回、じゃあタスカムに最後戻したいと思います。はい、戻しました。やっぱこう、音質とかね。声の質っていうのはね、随分変わってくるんじゃないかなと思う次第です。リバーブ。今リバーブって書いてあるところ、リバーブって押しちゃったよ。はい、っていう遊びもできるし。ということで、今ご覧になっていただいたやつがですね、初期設定なしでパソコンにつないでのセットアップっていうのを一切やってない状態で撮ってました。失礼しました。公式のですね、ホームページにある使う前の準備だとか、とてもわかりやすいように書いてくれてあるんですよ。ライブ配信で使うとか、オンライン、ポッドキャスト収録とかいろいろあるんですけど、これをですね、もうほんと簡単に、セットアップできるんで、それをちょっとね、やるともう一気にここまで良くなります。今ちょっと換気扇とか消し忘れちゃってごめんなさいね。そういう音入っちゃってますが、全然ホワイトノイズがね、さっき聞いてもらってたやつだと随分入ってましたけど、ちゃんとセットアップすればここまで音は良くなります。なので、皆さんも使う前はしっかりとマニュアルだとか、そういったものはね、一通り一回目通した方がいいです。分かったつもりでいるのも良くないですね。失礼しました。実際はこういう感じに綺麗な音声取れるようになると思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。じゃあまた過去の間違っている僕に戻します。ちょっと全部の機能は全然使い切れてませんが、一応初めて接続して、音声通るとこんな感じになるよっていうところまで、見れてよかったんじゃないかなと思います。みんなはこれでどういう音が取れるかとかそういうのが知りたいもんね。なんでまあ今日はこのままで。終わりたいと思います。今日の動画もね、何か参考になったよっていう人がいたら、グッドボタンと、チャンネル登録してくれたら、嬉しいです。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。